アルクメオーニス、またはアルクマイオーニスとは、定媒権という女子詩サイクルに含まれていたと考えられている、失われた女子詩の題名。長文を省略して、アルクメオーニス、アルクマイオーニスとも表記される。古代の文献でアルクメオーニスに言及しているものはわずかに7つしかなく、その全てが作者はわからないとはっきり述べている。 アルクマイオーンがアムピアラーオスの死のを全員立てをした、母親エリピューレイを殺す、という内容らしい。現存する断片の一つは、アテナイオスが、食卓の賢人たちの中で引用したもので、葬式の宴会の場面ゆえに選ばれた。イーリアスと、オデュッセ聖アの共演の記述同様に、ほんのわずかの行である。いくつかの文献は、アルクメオニスの断片的な内容について触れている。 アポロドーロスによると、アルクメオニスの詩人は、トゥーデウスが追放された理由を次のように主張した。カリュドーン王オ,オイネウスの兄弟の一人メラースに、ペーネウス、エウリワロス、ヒッペルラオス、アンティオコス、エウメーデエース、ステルノプス、クサンティッポス、ステネラーオスという息子たちがおり、彼らがオイネウスを落とし入れようとしたために、トゥーデウスに殺された。 このためトゥーデウスは国を追放された。またストラボンによると、アルクメオニスの詩人は、イーカリオスに、アリュゼウス、レウカディオスの西がいて、父と共に、アカルナーニア地方の王になったと主張した。ありがとうございます。